ステフィネリウスは、ドイツの槍投げ選手。2004年アテネオリンピックの銀メダリストである。東ドイツのロストック・ケンベルゲン・アウフリューゲン出身。ネリウスは、旧東ドイツのクラブでスポーツを始めた当初は、バレーボールの選手であった。しかしすぐに、陸上競技に競技を変更。元槍投げの選手であって母親からコーチを受けた。ネリウスは、1990年の最後の、 東ドイツ選手権で5位という結果を残す。翌年のジュニアヨーロッパ選手権で3位となり、初めて国際大会で実績を残した。しかし、その後は、ドイツ再統一に伴う混乱や、故障、スランプに見舞われ、1990年代で目立った、活躍をあまり残すことはなかった。ネリウスが、再び注目されるようになるのは2000年、シドニーオリンピックからである。 この大会で彼女は6 4八8 4で4位入賞を果たす。この後、ネリウスは2002年のヨーロッパ選手権以降、常に好成績を収めるようになり、大抵のメジャー大会では3位以内となり表彰台に立つようになっていった。2004年のアテネオリンピックでは銀メダルという結果を残している。好成績を残しても、なかなかメジャー大会で優勝できなかった。 ネリウスであったが、2006年にヨーロッパ選手権で65メートル82で、チェコのバルボラシュポタコバラを下し、優勝を果たした。地元、ドイツで開催された2009年世界陸上において、1回目の投てで67立方メートル0を記録、そのまま優勝を果たした。ありがとうございます。